今回はアニメ老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます。第11話の視聴者たちの感想やコメントなど、みんなの反応を紹介していきます。それでは紹介スタートです。姫にこの出陣ゲート自衛隊3機銃効いてないわら。9ミリパラが効かないだと？おかしいな、全員同じ顔に見えるぞ。ヘッドショットならいけるっしょ。ヘッショでしか倒せないのかう。コスタ打ち。コスタ打ちとはちょっと違うな。手榴弾はないの？ちゃんと準備してきたわけじゃないからな。このオリジナル展開意味わからんよね。天意の応用でなんとかできんのか？地面をくり抜いて大穴にすれば足止めできるな。仲間連れてくるんか？まさかマルチ商法が伏線になっていたとは。冷静に対処する優秀な隊長さん。多勢に無勢。敵がちんたら歩いてるの、迫力に欠けるな。仲間が死んでるのに無反応なのなんでなん。一斉に襲いかかられたら詰むじゃねえか。そっちかよ。着火剤取りに来たんか。花火なんに使うんや。いやいや、仲間呼んでくるんじゃねえのかよ。ファイアウォール。ゴブリンがやっと反応した。敵の兵士も反応を示した。ただの屍ではなかったようだ。コンテわらわら。わざとか？ってほど網折りがひどい。新聞紙を燃やして花火投げ込んでゴブリン軍団退却とかさすがにねえわ。そうはならんやろ。ゴブリン全滅したんか？あれは今まで撃ち殺したゴブリンの死体。他のゴブリンは逃げ出したんだろう。あの兵士砲撃ってくるなよ。貴重な情報源だろ。気絶した兵士から敵の情報を聞き出せるかどうかはわからないけど、放置はしないよな。いろいろ雑すぎる。本当に逃げたのかちゃんと確認しろ。仕事の依頼。交渉成立。あっさり引き受けたけど、他の仲間にどう説明する気だ。戦争だ 100%。皆殺しだ 100%。なんかどえらいことになったわら。GATE みたいに異世界に攻め込むんか。結構人数いるけど、戦力としては少なくない？衣装、いきなり幼女戦記になってて笑っちまったじゃねえか。あんた別にこの傭兵部隊の指揮官じゃねえだろ。なんでお前が仕切る？アーネスト・シャクルトンが言ったとされる出所不明の名言。こんなところで傭兵に演説する必要ある？何様やねん。全体的には好きなんだけど、この辺ほんと嫌い。特に演説がきつい。雇い主だからまあ、多少の悪ノリはスルーしてあげて。これで誰も残ってなかったら笑う。異世界で防衛戦とか言われて半信半疑にならんのか。南極探検隊員の募集広告のパクリ認めたわら。あ、三葉左肩に包帯してるな。やっぱまだ完全には治ってないのか。空気が読める傭兵だぬ。神？天使？どこ？天意能力がチートすぎる。60人にこの車両数は多すぎないか？40台以上あるみたいだが。61人なのに車は61台以上あるんだが。装甲車の全長が6メートルくらいで7列くらいを同時転移。全長50メートル範囲くらいは同時転移可能ってことか。視界内なら山でも戦艦でも転移できるらしい。接触なしでこれだけの規模の部隊を一斉転移できるとか、王国が欲しがりそうな逸材だな。ソロモンの打倒みたいに言うな。ガルパンみたいになってきたな。え？なんでエンジン止めるの？市民の避難は？済んでないのか。とりあえず外門からは離れるように避難指示しといた方が。イカズチの姫ミコわらわら。ライデン。月あらばパロってくるなこのアニメ。鉄さん、お待ちかねですよ。ちょ。作法虫わらわら。昔の戦場の作法とか知らないんで。これはひどいわら。最後まで言わせてやれよ。さすがクズハさんわらわら。神様気取りか。とりあえず神様のせいにしていくスタイル。前回のアニオリは魔物使いの存在に気づくための伏線だったか。オート戦しょぼくて笑った。まあこのアニメではよくやった方か。やっぱ大量に人殺すのはダメなのかね。1話見た時にこれヤバいアニメだって思ったけど、あってて安心した。コミカライズだと工場交換の騎士を直ちに射殺、その後も戦車からの機銃掃射で敵の軍人の大落殺紹介しって感じだったが、ここら辺の変更はしょうがないのか。良くも悪くもそこら辺で殺しをためらわないのが三葉だと思うので残念ではある。へ、サイコパス。マジでドン引きわらわら。三葉ちゃんマジックわ。隊長さん、ドン引きなんて日本語よく知ってるなわら。多分英語でクレイジーとか言ってるんじゃね？久しぶりのお兄ちゃん。兄貴の説明きたー。ルルーシュー。兄貴の撃っていいのは、撃たれる覚悟のあるやつだけではないのかよ。敗北認めずに部隊全滅するまでやっちゃう国もあるんだよな。昔は日本もそんな感じだったよ。ワイバーン騎兵隊多いな。 M3 ハーフトラックとは古風だなと思ってたら、自走対空砲かよ。うわぁ、
20ミリはオーバーキルだな。おいおい瞬殺だよ。いちいち敵の心を折っていくわら。後ではイバーンの肉焼いて食おうぜ。何か来る。じゃゆう様、ナロー作品でドラゴンが出てこないわけがない。原作で今のところ唯一魔力持ちの描写あったやつ。誰かミサイル持ってこい。戦車数台はいるんじゃ。天才王女と天才霊嬢連れてきて。倒したらレア素材ゲットだぜ。RPG で3匹ドラゴン死体出来上がるけど、それ撃ってからの現代での利権争いで紹介キアラ化してもらえるんだっけ。やっぱ王と決戦は10、11の2話で終わらせとくべきだったよな。王と決戦は、ミツハが能力ばらして自重しなくなったり、チート名誉を得ましたって話なんだし、そんなに引っ張る話じゃないんだよな。コメディ色の強い作品にシリアス入れてもいいけど、1.5 話くらいまでなら味変のスパイスとして楽しめても、4分の1も使うなら味が変わってくどくなるだけなんだよな。やっぱりエコノミー。低予算でゲートやるのはさすがに厳しいなわら。もう少しやりようはなかったのだろうか。なんか迫力がな。魔物の正体ごとに一人人間がついてたらそいつが操ってるとすぐにわかるし、やっぱり10話の改変は不要だよな。ミツハの雑学やオタク式を本人じゃなく脳内兄ちゃんに移したせいで、前置きもなく戦場で的確に指示出しするのが不自然になっちゃったのかもね。だからアニオリで無理やり保管しようと考えた。神様投入指示がミツハじゃなく隊長さん側に移ったのもおそらく同じ理由。これって実はミツハが海に転落した後に救助されたものの、意識不明の昏睡状態で、その間に見ている夢とかだったりして、それなら展開がご都合主義だったりディテールが雑だったりもいろいろ納得なんだが。目が覚めたら異世界おばさんだな。その場合、実は兄貴が異世界転生してて、ミツハを目覚めさせるために金貨集めなきゃいけないパターン。なんでだよ。高文わらわら。そういや、ミツハ転落は現世ではどう処理されたんだろう。ジャラオの処分やら犠牲者は行方不明状態だと思うけど、ご都合処理されたんかな。はい。というわけで、老後に備えて異世界で8万枚の金貨を貯めます。第11話の視聴者の反応集でした。ここまでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。